はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、ほい、ユニポンちゃん、ちょっとめっちゃ気になるんですけども、入る。もやっとるね。いつもとは違うもやもや。あれ、いつの間にキングと親友に。ほいほいほい、どうした。マジでそこですか。ああ、いいんじゃないかな。初めてなんですけど、こういうの。どんな感じで。あれってか、一緒におるとかあんまり見たことなかった気がした。偉そうにはちょっと違うかな。セリフっていうのは自分で考えるってこと？プレゼント、物で釣るのはちょっと、正当派でいいんじゃないの？あ、可愛くでもよかったかな。あ、すごい、めっちゃ細かく選べれるんや。なんかまだ出てない場所があるんかな。じゃあ、浜辺で、屋上とかなんか誰か来そうやん。ああね。着替え、スカートとかがいいよ。この、元々の女子ハイスクールの服で、いいんじゃないかな。決定いい。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい、頑張って。めっちゃなんか音楽が違ったね。うわ、すごい、心臓の音が。どうなる？頑張って、ユニポンちゃん。付き合ってください。すげえな、めっちゃ情熱的なんですけど。ちょっと待って。なんか、アスモモテてんですけど。なっちゃん。いや、私の方が、あなたのことも好きに決まってます。どうなるのこれ。どっちを選ぶの？どっちも選ぶんですか？怖っ。怖っ。おー。めっちゃ選択迫られてるね。おー。マジか。埋もれてるんですけど。なっちゃん。おー、すごい。これであそこの恋人の表示がアスムになるわけやね。うまくいきました。すごい。めっちゃレベルアップした。おー。プレゼントね。じゃあどうしよっか。プレゼント。今までね、化粧品セットと CD をあげとるけん。じゃあユニポンちゃんには、フラダンス。フラダンス入門書。ノートと鉛筆で。じゃない、これ勉強セットだわ。その上。ハワイの伝統的な踊りフラダンス。マスターできたらかっこいい。これを。はい、あげる。道具フラダンスセットをプレゼントしました。フラダンスセット入門書だ。実用品フライパンをもらいました。いやーいいね。青春だね。なんかできたよ。なんかいっぱいできたんだけど。なんか3つもできたんだけど、何？ミーニュース。ほいほい。レジャーアイランドがオープン。5年の月日をかけて作られよったんや。それがこのタイミングでできるとかめっちゃいいやん。デートスポット。遊園地、公園、喫茶店、めっちゃ遊べる場所増えたよ。待って。みえちゃんが？いや。いいな、私も行きたい。ほいほい。次は？台湾さん、入る。誰かとお友達になりたいの。会えなくて寂しかった。そんなに久しぶりなんかな。もやってるね。ほいほい。いいんじゃないかな。いってらっしゃいまし。
さきちゃんめっちゃ跳ねてる跳ねてる。お。まあ、自分から友達になってほしいって言ったんやけん、ウキウキするか。どうだ？気合う？一応ニコニコして、お。よかったよかった。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。気が合いそうだった、よかったよ。お礼にこれもあげます。ほいほい。お、実用品、胃腸薬をもらいました。胃腸薬と風邪薬はね、なんかちょいちょい役に立つけんね。さっき誰かさ、浜辺におったよね。お、まだいらっしゃるぞ。浜辺。誰がおるんやろ。入る。ああ、なっちゃん。あれかな？こんな時まで。あれかな？黄昏れていらっしゃるのかな？ゆまぴーちゃんとあきちゃん、入るね。こんにちは。どうした？お、チャーリーさん。いいよいいよ、チャーリーさん面白いからね。礼儀正しく手短に聞き手に相手を褒める。褒めてあげよう。調子に乗ってもらおう。ほいほい、いってらっしゃい。ドアップ。軽く挨拶したね、手あげて。さあ、どうだろう。いけるかな？たまーに成功せんときあるけんね。お、よかったよかった。まあ、大抵は、結構同じような系統の人が集まっとる島やと思うけん。よかったよかった。お、あとちょっとでレベルが上がるな。ほいほい。お、風邪薬。ありがとう。じゃあちょっとミーニュースを。入る。いやー、景色が変わったね。横に観覧車がドーンと。ほいほい。アイナ島プロレス開催。マジでそんなんしよん。なんかムキムキになっとるけど。誰？誰よ。唐揚げマスクはマジで誰？唐揚げマスクが唐揚げチョップで。最後はジャイアントケンがケンタロウ中目からフライングニードロップボカレイに決め4度目の防衛やってすげえな。ケンくんすごいね。もっと詳しく教えてもらえませんか。お、ももちゃん興味津々やん。ときめきました。いいよいいよ、恋が生まれる予感。おならを伝えしました。いろんなイベントしようんやね、アユナ島。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションに、お、なになに、友達になりたい人たちが溢れているじゃないか。じゃあちょっと早速アユナ、ん？なんか怒っとるけど、どうした、何があった。入る。どうしたの？珍しく怒ってます。うん、珍しいね。誰と喧嘩したの？台湾さんと喧嘩。仲直りしてよ。じゃあこのイライラを沈めてください。じゃあね、プレゼントでじゃあこのめっちゃ多いお風呂セット、広い湯船でのんびりお風呂、身も心もリフレッシュしましょう。ほら、身も心もリフレッシュよ。さあ、はい、あげる。おお、いってらっしゃい、一風呂。めっちゃ気分良さげに歌いよりやん。てかすごいね。それじゃあ一風呂浴びてきます。やって男らしすぎるやろ。もうちょっと女の子らしくできんものかね。でもこれ十分、もう機嫌治ってんじゃない？ねえ。めっちゃサービスショットやで。映ってないけど。もうさっぱりしたやろ。台湾さんにもイライラしてないやろ。
おー、セクシー。自分が押しつきました。仲直りしてこれを。ほいほい、行ってらっしゃい。ちゃんと着替えるんだよ。怒ってる、怒ってる。さあ、ちゃんと謝れ。この間はごめんなさい。うん、いいよ、いいよ。こちらこそごめんなさい。おー、よかったー、仲直り。よかったね、仲直りできて。あんなお風呂で歌歌ったりふざけとったのに。仲直りできました。うんうん、よかったよ。お礼にこれをあげます。なになに？お、実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。そして、アスム。ああ、ラブラブか。いいね、いいね。邪魔しに入るよ。入る。一週間ぶりですね。そんなにだっけ？風邪をひいたりしたんだよ。つい最近まで声が全然だったんだ。ミユと友達になりたいです。おう、ミユちゃん、いいやん、いいやん。紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？ね、でも女の子大抵面白い話か、相手を褒める。礼儀正しく。褒めてあげよう。ほい。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ほい、行ってらっしゃい。来た来た、七五三みたいな格好。さあ、どうだ。ベタベタに褒めてやれ。大丈夫かな？いけるかな？あ、ダメっぽい。まだ友達にはなれませんでした。そうか、そうか。こいつお世辞ばっかりだなって思われたかな。友達のいない人生を想像したら、ゾッとしました。まあね。友達は大事やけん。今おる親友台湾さんを大事に。さっきアユナと喧嘩しよったよ。さっき誰か浜辺に。浜辺に誰かいるから、見に行こう。ココちゃんとライチちゃんや。ここでもイベントがあるんか。あ、多数決ね。なるほど。じゃあ、喫茶店とか、のんびりくつろげる喫茶店、ちょっとした集まりにも最適です。どうやろ、誰かおるかな？誰もいらっしゃらない。イベントスケジュールっていうのは？お、不定期男子会、女子会。いいね、いいね。そんなん開催されるんや。誰か来てくれたらいいのに。昼市開催中。誰にでもよく似合う割烹着だよ。割烹着。割烹着。おばちゃん感半端ないけど。買います。まあ、でもスモック的な感じで考えたら可愛いんかな。どうなんやろ。ってことで次はゆまぴーちゃんのとこへ。入る。こんにちは。使い捨てカメラが欲しい。もうなんか欲しいものを指定してきたね。いいよいいよ全然。使い捨てカメラ。使い捨てカメラ。はい。撮影者のセンスが問われます。どんな写真が撮れるのでしょうか。写真が写したくなったかな。はい、あげる。おお、どんな写真？あ、住人の写真いいね。ちょっと素の瞬間を撮ってきてよ。いってらっしゃい。おお、映しおる、映しおる。どれどれ。お、なんだなんだ、みんな集まって何してんの、ダンス？いいね、いいね。なんかこういうのはさ、私が映すよりも住人同士で映した方が、絶対いい映画撮れるよね。保存させてもらうよ。ありがとう、面白いよ。家族の絆。もう住人はみんな家族って？いいよいいよ、100点だよ。自信あった。ライチちゃん遊園地。様子を見に行くよ。
お、なっちゃんと二人で楽しそう。観覧車乗っとる。いいね、いいね。パシャ。管理人は一体どこから映しているのか。ホラーだな。なんか話しよる。いいね、いいね。めっちゃ笑顔。楽しそう。じゃあちょっとミーニュースを見ていこう。島で起こった新鮮なニュース。入る。え、ナミちゃんバイトってミーニュースですか？バスフィッシングトーナメント。ちょっと待って、体。いや、体。おじさんでしょ、その体。何それ。宇宙食なんか食べたことないんだけど、私。映ってるよ、バッチリ。放送されるよ。マジで、それはどこに関して、はい、バスの方に関してか、宇宙食に関してか。お、女子会開催中。何やら女子が集まってます。これはちょっと聞き耳を立てに行かねば。最近、眠ってる噂になってるのね。おう、ネムちゃん、どんな噂に？あ、やっぱり。なぜ？ねえねえ、この島で誰が一番かっこいいと思う？おう、やっぱそういう話をするのね。私は黒影だと思うな。お、黒影さん。ちょっと待って。どうした、どうした？どうやったら上手くなるのかな？なんかめっちゃ話飛んだよ。カラオケか乗ったら練習あるのに。どうすればもっと頭が良くなるかな？相談。え、そうなの？こんにゃく？頭良くなるの？もうね、それが気になってしょうがないよね。おー、ケイくん。え、ちょっと待って。どうした？超びっくりしてるけど。あのさ、幸せ。え、何かな？なんかすごい深い話題。なんでやねん、臭い靴下に囲まれて何が幸せ。どうしたんやろ。アロマとか炊いとんかな。チャーハンみたいな匂いかい。どういうこと？何に関して？ユニコーンと遊ぶって理想のカップルなのね。おお、そこは話題になるんやね。理想のカップルなんや。いいね、いいね。なんで？してそうなんや。しかも何、どうしたの？おじいちゃんのナースム。最近、朝眠くって起きられないんだよね。どうした？アキちゃん、外ずっと見とるけど。なんでさっきの無視だったの？食べよう食べよう。ペロペロキャンディーぐらい勝手に食べなよ。あ、やっぱりこれだけは言えない。話しちゃいだよ。どうすればもっと頭が良くなるかな？読書じゃない？ああ、それは正論かな？こんにゃくに比べれば。わかる。何がわかったんだ、今のは。目の前にケーキがあります。確かに。たまには贅沢しないとね。いやー、女子だね。女子だね。いいよいいよ、楽しいよ、おしゃべり。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回はっていうか、今回もこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、また読み込んでいきたいと思います。じゃあ QR コードを読み取る。ほいほい。りんちゃん、ドライ系、第一印象自信家、特徴形式的、負けず嫌い、短期、ズバリ言い切る、成果にこだわる、テキパキ型、強気に頑張るタイプ、目標が高ければ高いほど燃える、少しおっちょこちょいな面も。ドライ系はこの島あんまりおらんけん貴重よ。しかもドライなのに少しおっちょこちょいっていう萌えポイントが。オッケー。早速新しく増えたりんちゃんのところに入るね。りんでございます。強気で負けず嫌いな女です。ほう、強気で負けず嫌いな女。自分で言っちゃうのね。旅行の準備は時間をかけてしっかりやります。旅行の準備は時間をかけて、
でもなんかよくさ、ああいうの準備しよる時がすごい楽しいみたいな言う人おるよね。でも確かに、遠足の準備とか、旅行の準備とか、すごいウキウキしながら明日どうしよっかな、これも持っていこうかな、みたいなしよるのは楽しいよね。じゃあ次、黒影さん、入る。どうもです。どうもです。くしゃみが出そうで出ません。お、来たな、くしゃみ。私の天敵。手伝うよ。じゃあ、スタート。さあ、鼻の下を私に。さあ、来い。あ、来そうじゃないこれ。あ、くしゃみ来そうよ、これ。おっしゃー、来たー。イエーイ、よかったよかった。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。お、レベルアップ、やったね。じゃあ道具を。さあ、あと上げていないのはマラカス。マラカスだな。ほい、振ると良い音がします。カラオケボックスでもおなじみ。あ、マラカス上げたね。ももちゃんにあげたわ。ということは、バット。じゃあバットで、思う存分素振りを楽しんでください。目指せ4番打者。素振り。さあ、頑張っておくれ。道具、バットをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？お、実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。お、マンションの屋上に出かけた。ということは、きっと、素振りをしている。お？おー、やっぱり。黒影さん素振り中。こうやってさ、なんか、あげたものを早速使ってくれているのは嬉しいよね。もらってすぐに屋上に出かけた。お？かっこいいよ。今のは絶対シャッターチャンスやったけんね。は。いいね、いいね。いいね、いいね。よし、ということで。この辺でミーニュースを見ていこう。入る。お、素振りをしていたのに今度は。ミーニュースをお伝えします。ほいほい。にわかには信じがたいニュースです。え、幻か。伝説のケンタウロス目撃される。マジで？ケンタウロスをアユナ島の北部で目撃したという情報が寄せられました。すごい島だな。これがその目撃写真です。え？なんか大量にいるんですけれども、いや、なんか思いっきりピースしてますけど。いや、なんかピースしてるし、一人そんなに。まあでも幻ならね。聞いてません。聞いてあげて。お伝えしました。ほいほい。あれはきっと偽造だよ。ネムちゃんが呼んでる。入る。一緒に遊びませんか？遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。モザイククイズ第1問。第1問。ででん。これは何でしょう？サンドイッチかな？ほい。おぉ、ちなみに私はレタスサンドが好きです。チーズも挟まっとるしね。第2問、ててん。ハンバーガー。これはモザイクの方を見ただけで分かったぞ。ハンバーガー、久々に食べたい。おぉ、なんかコンビニとかもさ、ハンバーガーって食べたりするけど。やっぱり違うよね。最終問題。ててん。何それ？え？え？ん？わからぬ。味噌汁かな？お、いいね。日本人らしい。終わる。お。ほいほい。お、ありがとう。じゃあちょっと小さい方を。何あれ。お宝ネジをもらいました。ネジ。え？ね、あの一番でかいやつ何？ゲーム？
いいな、あっちが良かった。もう大体大きいやついっぱいもらったかなって思ったけん、小さいのにしたけど。アリスちゃん、入る。一緒に遊んでくれますか？遊ぼう、遊ぼう。遊ぶ。共通点クイズ。二人のミーの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？これ正解率低くなってきたよね。人が増えてくると。第1問、ててん。え？多分違ったんじゃないかな。いいえ。答えは、いいえでした。よね。同じ誕生日やったら、おって思っとったと思うけん。次。共通点クイズ、第2問。第2問、ててん。台湾となっちゃんは、同じ難読のレベルである。台湾さんとなっちゃんは、いいえじゃない？答えは、よね、台湾さんの方が前からおるけん、高いよね。共通点クイズ、最終問題。最終問題、ててん。今回いい感じやぞ。同じ血液型である。あ、どうなんやろ。でもほら、人口のほとんどは A 型のはずだから、はい。答えは、おっしゃー。ま、でも今回は、あれよね。一人一人のことを分かっとるというか、一般的に考えたらとかそういう感じやった気がする。おめでとうございます。ほいほい。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ次はでかいのをもらいます。お、なに、マトリョーシカ。やった、ありがとう。あの真ん中に入っとった靴下は何？中古とかじゃないよね。ほい、ということで今回はこの辺で終わろうかなと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、また読み取っていきたいと思います。入る。ほい、 QR コードを読み取る。ほい、ハットくん。ノリ系、第一印象気さく、特徴直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ワイワイ型、何でも楽しみたいタイプ、知らない人ともすぐに仲良くなる、大変なことでも楽しみに変えられる人。おお、めっちゃいいやん。何でも楽しみたい、知らない人とすぐに仲良くなれるっていうのはいいよね。私もそういう感じになりたいよ。 OK。 お、友達になりたがってる。入る。黒影さんあくびしてたな。今夜はオールナイト、黒影さんと楽しそうでいいね。どうした、どうした。お、ネムちゃん、いいよいいよ、紹介するよ。ほんとね、ネムちゃんはどうだろうか。面白、頭を使う、真面目、世間話、面白い話かな。アドバイスありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。ほいほい、いってらっしゃいまし。お、来た来た。ここはちゃんと扉ってわかる扉よね。わかりやすい、ごく普通の。さあ、どうだ。意気投合してくれるかな。お、よかった、成功した。こんな変な格好の相手なのに。うまくいきました。おかげで友達になれました。よかったよかった。私が変な格好をさせてしまっているからどうかなと思ったけど。これにこれをあげます。ほいほい。実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。ライチちゃん、入る。遊ぼうって言いよるけん。ライチと遊びましょう。おう、遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。一人で絵合わせ。一人か。二枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。五回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。スタート。あ、そっか、自分か。ももちゃん。隣はカステラ。じゃあここ、タヌキの置物。ここはリンちゃん。バラバラだな。あ、すべてバラバラなんですけど。ここは、お、やった。今までの忘れそう。ももちゃん、ここだね。おっしゃー。ほんでタヌキの置物、ここ。あたりー。あ、もうこれはいい感じかもしれない。カステラ、ほらね。あたりー。さあ、あと二組。おまる。おまる？ここ。おっしゃー、よかったー。これ全部無傷でいけたりとかしたらいいなー。絶対気分いいよね。あ、
はははは。壊れたんじゃないよ、別に。ありがとう。よし。じゃあ今回は大きいので。お、お宝バスケットボールをもらいました。やった。やったーなんかな、わからんけど。男の子にプレゼントしたら良さそうやね。お、夢見よりやん。ちょっと待って。チャーリーさんの夢の中に忍び込ませてもらおう。まず。はい、夢。お、鏡のやつだ。お、びっくりした。お、着替えた。納得がいかない。夜中に一人ファッション、え?違う人ですけども。は、操り人形が。なんだ、夢。夢だよ。操り人形もなんか結構集まってきたんかな ?2、3個あるかな?どういうわけかお宝操り人形を拾いました。あ、じゃあシッシーさん。これ、なんかさ、よくね、悩んでんのにスキップしてたりとかする人おるやんか。ちょっと悩みすぎて、現実逃避、お、興奮中、どうしたどうした。変顔も練習したので、見てくれます。変顔、いいよいいよ。見てあげる。どんな顔だ?四角い顔?お、ふふ、下ぶくれな感じになった。いいよいいよ。面白い。楽しんでもらえてか、なんかちょっと可愛い感じの顔になるよね。今のこの顔じゃなくて。自力で動けと言われても動けません。マイペースなんやね。私もだいぶマイペースだけど、マイペースすぎるかもしれぬ。お、夢見出したぞ。ブブブー。じゃあちょっと夢を覗きに行こう。あ、もしかしてしっかり布団で寝よるときはなんだ。ちょっといいです。あ、話し出した。みかんが、実は、私が、ほいほい。結婚することになりました。どういうこと?おぉ。サザエのつぼ焼きちゃーん。サザエのつぼ焼きちゃーん。連れ去られ、おわ、連れ去られた。そこで終わり。お、どういうわけか食べ物、サザエのつぼ焼きを拾いました。やった、食べ物ゲット。あ、いいね、観覧車が光り輝きよりやん。いい感じ。おい、ミーニュース。ほいほい。喋る練り消し?いや、なんかいろいろとおかしいよ。練り消しが喋るのもあれだし、排水口の中っていうのもあれだし。喋りが気持ち悪い。ナミちゃん。ナミちゃん、黒いよ。マジか、しかも動くのか。でも排水溝やけん、もしかしたら水で流されたんかもしれんね。キング。だよね。喋る練り消しだもん。アキちゃんは何かと証拠を聞きたがる。まあでも実際におったんよーって言っても、見せてもらわんとわからんもんね。お、マサオさんが夢の中。宇宙から見る地球は素晴らしいですね。宇宙から見る地球は素晴らしい。どうした?何?何?哲学的な。夢にお邪魔しまーす。ん?腕立て中?横にあるのは飲み物かな?ん?うん。なんか勝手に動いたけど?そこには触れないのかい?元気出ました。お!大丈夫?なんか目が冴えすぎて、うわ。大丈夫それ。危ない薬じゃないの。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速。お、なんかいっぱいおるぞ。入ります。ほい、台湾さん。なんだ、携帯で話しよる。誰と話しようやろ。入るね。お話し中悪いけれども。おはようです。おはようです。KOKOんと友達になりたいです。お、ココちゃん。
いいじゃん、いいじゃん、紹介しますよ。どんな話をすれば仲良くなれそうか。ココちゃんね、面白い話。でもなんかいつもそんなんばっかりだよね。意外と真面目な話とか好きやったりとかする？ちょっとやってみよう。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい、真面目で誠実な男性を。さあどうだ？無事お友達になれるだろうか。てか真面目な話って何？政治の話とか？お、仲良くなれたよかった。ちょっとほっとした。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。よかったよかった。お、レベルアップ。ということで、道具。さあ何をあげようか。とりあえずなんか携帯でなんか話しよったよね。で、周りが結構音楽系やけん、ギターをあげます。言わずと知れたフォークギター。ほい。ライブハウスみたいなとこおるしね。これにこれもあげます。ほいほい、何？お、実用品一応薬、ありがとう。さっきの電話はあれかな？親友のアスムかな？じゃあ次、シンくん、入る。おはようございます。ちゃんとした挨拶が。ライチと友達になりたいです。お、ライチちゃん、いいね、いいね。紹介する。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？ライチちゃんはね、ちょっと礼儀正しく話してみよう。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい。この友達になるやつもさ、なんかこう、選んだ選択肢によって、こういうセリフみたいなのがあったりとかしたらいいのね。全部なんか変わらんやん。なんかどれを選択しても同じようにこういうてて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 っていう音楽でさ、終わるんよね。お、慣れた慣れた。だって多分あれ告白は選択肢によってセリフ違うと思うんやけど。ね。なんで全部そういう風にせんかったんやろ。これにこれもあげます。ほいほい。お、実用品モビールをもらいました。これもだいぶ溜まってきたけんね。そのうちちょっと、あげなければ。どう使うんかわからんけど。屋上誰かおったよね、さっき。おう。また遠いな。これさ、みんな上を見よるときってさ、一体何を見て、お、誰かに手を振っている。誰に？飛行機とか？あ、それとも、私のカメラが見つかって。確実にさ、頭上から撮りよったもんね、今。じゃあ、ミーニュースを見てみよう。入る。ほいほい、お願いします。究極のエコカー登場。電気も使わんってどうやってやるん？え、これはまだ車を運びよるだけよね。え、まだこれは運びうるだけよね。これから乗るんよね。え、引っ張るの？手動？もうちょっと議論必要やと思うよ。え、だって要はさ、その乗るものが車っていうだけで、原理的には江戸時代とかの人が馬に乗っとるのとかと同じような感じじゃない？あ、もしかして今朝一しよる。おいしいお餅だよ。お、お餅。あれ、なんかの袋かと思った。お餅なんやね。初上陸買うよ。安っ。1個75円。じゃあ、いつ使うね。心なしか少し甘いと評判のお餅。お、買うか？買うか、黒影さん。と、これを知らない人はいない。止まってるだけ？買わないの？早くしないと売り切れるよ。5つ買います。あの後買ったんかな？めっちゃ気になるけど。お、夢見てるじゃん。アレシちゃん口開いてるよ。入るね。
夢。お、なに？光を当てるとミーが元気になる。ソーラーパワー。ソーラーパワーって言われてもな。今結構曇ってんだよね。だいぶ曇ってんだよね。いける？てかどこに？どこに光当てればいいんだろう、これ。それもわからぬ。どう？うおーって感じでいかない？難しいね。晴れ渡っとる日ならよかったんやけど。あの後の展開が気になる。ん？無言。ちょっと反応しよう。どういうわけかお宝ソーラーパネルを拾いました。ソーラーパネルもあげれるやつかな。手に入るよりやつは全部あげれるやつかな。あ、ハートマークが出たぞ。アキちゃーん。アキちゃんの恋は、いかに。なんでもないです。ほっといてください。なんでもなくないよ。どうした？話せ。チャーリーのことが好きです。お、告白したいのですが。お、お、お。さっきチャーリーさんの部屋で二人でおったよね。なるほど、喧嘩に発展するんではなくそっちのモヤモヤか。いいよいいよ、告白。告白したらいいですか？チャーリーさん、いやきっとね、もう男の人相手は可愛く言っときゃ大丈夫よ。告白する場所はどこがいいでしょうか？告白する場所は、どうかな。喫茶店、公園、屋上。屋上に呼び出して、あ、公園。公園で可愛く言っとけい。その前に着替えた方がいいですかね。そうやね、可愛くする？なんかあったっけな。ないじゃねえか。ないね。チェックシャツ、ジーンズとか普通に男物やし。素で勝負を。いや、違うよ。素で勝負をしてきてくれ。頑張って、アキちゃん。このままで。ほい、大丈夫よ。鏡あげてるからね。いつも念入りにチェックをしているはず。せーの。何それ？いや、かわいいけど。今のでこちらこそって言われてもね。付き合ってくださいとかないんや。おー、でも、幸せいっぱい。いいね、いいね。うまくいきました。よかった。よかったよ、アキちゃん。幸せだね。祝福するよ。じゃあ、道具で。じゃあね、お化粧とかする？化粧品セット。美しすぎるのは罪らしいけど。はい、あげる。化粧品セットをプレゼントしました。お、どれどれ？何それ？実用品スライドパズルをもらいました。なんか新しいものもらった。やった。へえ、なんかこれでミニゲーム増えたりとかせんのかな？お、そうなんや。第二の親友候補かな？ゆまぴーちゃん。はい、ということで、今回は、じゃこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。